はい、どうも皆さん、ビップです。本日はですね、ちょっと真面目に語らせてください。まあ、いつものテンションの感じの動画は、まあ、この後に上がると思いますので、ぜひ見てください。まあ、この後生放送もおそらくしますので、そちらでまた感想の方も言いたいんですけども、まあちょっとね、こちらの動画の方で先に皆様に伝えたいことがあります。まあ本当にラジオ感覚で聞いてもらえたらなと思いますので、まあ真面目にちょっと語らせてもらいます。まあ皆さんもね、ご存知の通り、決勝大会準決勝で敗退いたしました。まあ敗退、まあ準決勝というか、まあ4人しかいなかったんで、まあ実質1回戦負けですよね。いや本当にね、まあポポ君がすごい強くて、もう本当にね、完敗です。はい、1対0でしたけど、もうあれは完敗です。僕の実力がなかったんです、本当に。あれはもう本当にポポ君、まあ見てもらった通り、ポポ君の打撃はすごくうまかったので、まあ、本当にすごい選手だなと。まあ選手って言い方もあれですけど、まあ、結果的にホームラン打たれて負けたんですが、まあ、本当にね、どこ投げても打たれる雰囲気があって、まあ、結構今回の大会っていうのはストレートがね、メインで投げてる方が多かったと思うんですけど、まあ、僕はちょっとあえてね、ちょっともうストレートも打たれるんじゃないかなと思って、まあ、変化球を使ったりしてね、まあ、なんとか応戦してたんですけども、まあ、やっぱりね、インローのツーシームを打つっていうのはさすがですよ。はい。で、僕もね、もう大谷投手に手も足も出ませんでした。はい。まあ、結構予選ではね、大谷投手打ってたんで、まあ、ちょっと変な自信があったんですけど、まあ、ポポ君のね、ストレート主体の配球っていうのはね、すごかったですね。もうね、打てなかった。はい、もう素直に完敗です。まあ、対戦ね、していただいてありがとうございました。まあ、ソーニス君とね、世界のヨシー君もすごかって、もう本当にね、もうほんまみんなすごいいい人たち、いい子たち。本当にね、みんないい子たちというか、まあ、僕のね、妹ぐらいの年なんですけども、3人とも。もう本当にね、もうポポ君もすごいいい子やし、まあ、ソーニス君もすごいいい子、ヨシー君もめちゃくちゃいい子、まあなんかめちゃくちゃいい子ってすごい上から目線で言ってるかもしれないけど、まあ都市的に言ったら本当にもう9個10個離れてるんで、本当にね、ああいう舞台でね、 お話ができてすごく良かった。で、まあ僕個人の見解としては、大会やる前は、まあ、すごく応援していただいてたんですけど、正直言って、まあ結構煽りとかね、やってたんですけども、事前生放送とかで結構煽ったりはしてたんですけど、正直言ってそこまで自信はなかったんですよね、やっぱり。で、いざ大会やってみて、まあ、こうやって負けてね、めちゃくちゃ悔しかったっす。はい。正直言ってめちゃくちゃ悔しかったんですよ。で、まあ今回、まあリアタイを最後にしようかなって若干思ってた部分があったんですよね。まあもう年齢的にもまあ29。まあ、来年30なんで、まあ、30で大会出てもなとか思ってたんですよ。まあ、別に年齢関係ないかなと思って、まあ、実際うちのね、親もやってるゲームですし、まあ、幅広いね、年齢層でやられてるゲームなので、まあ、別にそこで普通にね、来年の大会とかも予選出て、まあ、ベスト8とかに入れば、まあ、別にやってもおかしくないかなと思いまして、まあ、ちょっと来年はね、またちょっと本腰入れてやろうかなって今のところ思っております。なので、まあ今はね、ちょっと期間的にはリアタイの期間はね、まあ撮影の時は本当にランク戦やって本気でやったりして、でリアタイの解説とか、まあどのピッチャーが使えるとか、そういうのはね、全然動画で出していこうと思うんで、まあただね、僕が日本一っていうね、称号があったからお前の動画見てたぞっていう方も多分いると思うんで、まあ、そういう方は多分僕の動画をもう見られることはなくなると思うんですけど、まあ大半の方は、まあ僕のね、動画が好きで見ていてくれてると僕自身は思ってますので、まあぜひね、これからも動画の方はよろしくお願いいたします。まあ一応日本一という称号はね、もう今はポポ君にあるので、まあ今の日本一はもうポポ君なんでね。はい。なので僕は次はね、挑戦者として、来年あればやろうかなと。この大会終わって、その負けた気持ち、悔しい気持ちから今生まれました。なのでまあ変わらずね、応援の方していただけたら嬉しいなと思います。はい。ちょっとこんなね、真面目な感じの動画になってしまったんですけども、まあこんな感じの動画はまた当分ないと思います。はい。次からまたね、変なテンションでの動画になると思いますんで。まあ、ちょっとこんな感じの動画、まあ、編集どんな感じになってるか分かんないんですけども、まあ、今までね、聞いてくれた方ありがとうございました。ってことで、まあ、今日生放送もやると思いますし、まあ、動画も多分おそらく出ると思うんですけど、出なかったらごめんなさい。引き続き VIP をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。